さあ、それでは、ボールペンを持ってチェックをしながら意味を理解していきましょう。まず、めぐちゃんが Have you ever heard of the IUCN Red List? って言っていますね。IUCN というのは、ここにある国際、自然保護連合というので、載っています。これは特にですね、実は訳が何も載っていないので、これ辞書で調べれば、電子辞書で調べれば出ると思いますけれども、International というのが多分一番最初に来てると思いますね。ちょっとすみません。これは訳のところに何もないので、特に追求しないです。で、英語の場合はこういうふうに Capital Letter というのがこういうふうに並んでいる場合ですね、国連、だとか、それからいろいろなみんなこの大文字で並べて省略するというパターンが多いんですが、そう、日本語みたいにスターバックスをスタバって言ったり、そういう言い方で省略するということはできないので、英語はその頭文字だけを取ってこういうふうに、IUCN っていうような感じで表現をしますね。で、この国際自然保護連合が出しているこの絶滅危惧種リストっていうもののことを Red List っていうふうに呼んでいるんですよね。そしてそれは世界にもうみんなが知っているその一つだけなので、これはまさに The Red List ということで、パンパカパーンとライトが当たっている感じの印象になります。それからもうやってますけど、 Heard of っていうのは Hear something ではなくて Hear of something っていうことは、何かについてというふうにちょっと距離が出て聞いたことがあるですね。この場合は Have you ever っていうふうに完了形で聞いているので、いつ聞いたっていうことは問題ない。ただあなたが聞いたという経験があるのかないのかっていうことを聞いているパターンですね。そうすると回答が No, I've never heard of it. Never heard of it. だからもう一回も聞いたことないって言っています。What is it? それは何なの?っていうことですね。The red list.Gives us information about endangered animals. ここになります。あ、この前みんなね、Have you ever? ここのところは、現在完了形の合点ルールっていうのがあるので、これを引いてくださいね。Have に、ever heard がここですね。Heard of。そして次の答えるときも、I've never heard of it ですね。さあ、次が Red List Gives。これはなぜ Gives になってるかっていうと、もう3年生バッチリね。3単元の S っていうのだから、It に変わるものがこの Red List なので、Gives us information about endangered animals。Endangered animals っていうのは昨日やってるのでね、大丈夫だと思うんですけども、危険というものを受け取っている動物。だから endangered っていうふうに受け身形になっているんだったね。はい。この information っていうのはもう3年生大丈夫だと思うけど数えられませんね。information っていうのはこう輪郭があってバーンとそこにあるものではないという考え方をするので何もつかないで as information となります。そしてその先ですが、animals の先も birds, plants, and so on というふうにこういうふうになっている場合は、この実は endangered っていうものね、この形容詞としてみんな習っているんだけど、危険にさらされているというその意味が animals の後も全部かかっていきます。なのでこの鳥もそうだし、それから植物 plants も全部そうなんですね。はい、次、What animals are on the list?、ね、どんな動物が、リストにあるのということですね。はい、これもみんなもう名詞の捉え方っていうのでやってきていますけれども、What 以下にね、What animal do you like? という時は、animal っていうのが単数になっていますけれども、この場合はリストにある animals が決して一匹ではないっていうことはもう分かっているんですね、質問している人が。だからこの場合 What animals? というふうにここにも S がついています。だからこの複数形の丸をつけるっていうことがすごく大事なのは、
あれ、ここなんで What animals になってるよ。前確か What animal do you like の時はついてなかったのにっていうことをこう考えるってことがとっても大事なんですね。もちろんね、口を動かして自然に覚える英語っていう感覚ももちろん大事なんだけど、もうみんなは大きいので、この合点する、わからないことが合点できるっていう喜びを利用すると、もっとね、英語の自転車にスーッと乗れるようになっていくんですね。はい、ここは図っていうのがついています。で、animals っていうのがついてるので、are になりますね。are on the list。次が、めぐちゃんが pandas。そうですね。パンダもね、形のあるものですので、形があって何ともいるものなので、pandas。それから、cheaters。ね、cheaters って、まあ、チーターのことですね。日本語で言うとね。そして、and gorillas。さあ、いつも A、B、C。ね、で、これで終わりですよっていう時は、必ずこのカンマ、and っていうので終わります。大丈夫かな？これも結構厳しいルールですよ。カンマ、and、c。で、これで c で終わりです。a、カンマ、b、カンマ、and、c。この、形でコンマを振りますね。で、一番最後にこのようにカンマして、for example、ね、例えばっていうのを付け加えている場合も、このカンマを使って、この後に for example っていうのを付け加えていますね。だから英語っていうのは、この語順っていうのがあるためにね、語順を無視して何かを入れるときには、このカンマというのをまず入れる感じですね。書いている、Writing English に関してはそうですね。さあ、次、カイト君が Really? 本当？というふうに聞いています。I didn't know that. I didn't know that. これ過去形を使っているっていうことは、ね、知らなかったっていうことですよね。知らなかった。全然知らなかったよ、そんなことっていうことですね。I didn't know that. Some animals and birds in Japan are also on it. これはわかりますね。日本にいるその動物とかね、鳥の中にもそういうのもあるっていう時のこのサムですよ。みんなこのサムっていうのは、いくらかのって訳すっていうよりは、そういう人もいるし、こういう人もいるっていう時のこの一握りこういう感じです。だから日本にもね、そのリストに載っている動物、それから鳥がいるんだよっていうことですね。I want everyone to know that. これが今日のキーセンテンスですね。I want everyone. みんなを欲するっていうふうに先に言ってから、じゃあみんながどうすることを欲するのかっていうのが、このみんながね、習った to 不定詞ですよね。で、この to 不定詞っていうのがあることによって、その情報をちょっと、ん？って思う、その情報を付け加えることができるということでは、ここも一緒です。to know that。そのことを知るということをみんなにしてほしいっていうことですね。Why don't we write an article for our class newspaper? ですね。Why don't we っていうのは、Let's do this とほぼほぼ同じ意味ですね。しないっていう感じですね。ね、そうして、そうしない？ We write、私たちが書く、何をかっていうと、an article、一つの記事を書く。何に書くのかっていうと、for our class newspaper。 クラスニュースペーパーのために記事を書かないというふうに言って、メグが That's a good idea っていうふうに言っていますね。それはいい考えだわっていう時の、この That's a good idea というのです。